サーシャー・アレクサンダー・ギルバートは、ロシア生まれのニュージーランドを拠点とする、養子縁組の擁護者。組織アイアイム・アドプテッドの創設者で、2015年に設立した。アレックス・ギルバートは、1992年4月1日に、ロシアのアルハンゲリスクで、グソフスコイ・アレクサンダー・ビクトロビッチに生まれた。1994年、ギルバートと彼の兄弟アンドレイは、 ニュージーランドの夫婦に養子縁組された。彼の名前は1994年に法的にサーシャー・レクサンダー・ギルバートに変更された。彼は自伝的なドキュメンタリー映画と一緒に2014年に彼の自伝的な本ミルシアンサイドを書きリリースした。2015年7月、ギルバートは他の養子縁組者が 自分のストーリーを共有できるようにするために、養子縁組プロジェクトを設立した。このプロジェクトは、世界中の養子縁組が、ソーシャルメディアを通じて、養子縁組に関する、個人的な経験を共有するのに役立つプラットフォーム。2021年2月、ロシア、モスクワのギルバート・ギルバートとアンナ・クズネツは、ロシア連邦大統領の子供の権利委員。モスクワ、 ロシア2019年11月2018年の初めにギルバートは私が独自に採用した2冊目の本と自伝をリリースした。この本に基づいたフルレングスのインタビューが6月下旬にメグ・アンドリュースとリリースされた。ギルバートは2018年10月にロシアのアルハンゲリスクで個人の物資を集めるイニシアチブを開始した。 ありがとうございます。